エリック・ベネー、エリック・ベネー、ジョーダン、エリック・ボネット・ヨルダン、1966年10月15日体は、アメリカ・ウィスコンシン州ミルウォーキー出身の、R&B、ネオ、ソウル歌手。父親が愛聴していたクラシック音楽に影響を受ける。姉、リサといとこのジョージ・ナッシュ・ジュニアとグループ、ベネーを結成。1992年、 セルフタイトルは7万枚を売り上げ、私生活では恋人タミーとの間に娘インディアを授かる。しかしタミーは1993年4月24日に交通事故で死去した。1994年にワーナーブラザースレコードと契約し、1996年にトゥルー・トゥー・マイ・セルフでソロデビューし、高い評価を得る。百九十九年にセカンドアルバム、 A Day in the Life を発表し、Face Evans をフィーチャーした、ファーストシングルジョージ・ポージ、トトのカバー曲も発表。タミヤをフィーチャーした、セカンドシングルスペンド・マイ・ライフ・ウィズ・ユーを発表、2000年のグラミー賞にノミネートした。これらを収録した、セカンドアルバムデイ・イン・ザ・ライフは、ソウル・トレイン・ミュージック・アウォードベスト、R ・アール・ビー、ソウル・アルバム部門を受賞。また、 アースウィンドファイアーの30周年記念 CD のレコーディングにも参加した。1999年に女優のハルベリーと婚約2001年1月に結婚する。この時期にホーユーアラブで俳優としてもデビューし、2001年にグリッター諦めきの向こうにで映画にも出演。2003年には離婚する。またベネーはフォープレイヤー、ジェフローバーと。 フュージョン系ミュージシャンとも共演している。2002年にアルバム、ベターベターを完成させたものの、ワーナーブラザーズの移行により、発売されることはなかった。2005年、6月にアルバム、ハリケーンをリリース。またハリケーンカトリーナ被災者支援のためのチャリティーシングル、ハートオブアメリカでは、マイケル・マクドナルド、ビノアジャド、テリー・デクスターと共演。 その年には6年振りの来日を果たす。2007年には東京ジャズフェスティバル出演のために再来日。2008年9月に発売されたアルバム Love and Life からシングルカットされた曲 You, the only one は R&B ヒップホップソングチャートで4週続けて全米トップ1になり、2009年にはグラミー賞 R&B 最優秀男性歌手賞。 アルバム賞の2部門にノミネート。2009年度は2月、12月と2度来日した。2010年8月リリースしたシングルサムタイムズ、アイクライは、ラッパー、リル・ウェインが獄中で、またかかるのを1日中待っていると大絶賛した、ことでも話題になり、全米 R&B チャートナンバー1を独走。このサムタイムズ、アイクライが収録されているアルバムロスト・イン・タイム。 ミリオンセールスを記録。2011年7月31日に、in, a, パーフェクトワールドファンデーション代表のマンウェラ、テスタリニーと再婚。同年9月14日から21日ブルーノート、名古屋、コットンクラブ東京、モーションブルー横浜、ブルーノート東京での7度目の来日公演では、サムタイムズ、アイクライなどオリジナル曲ほか、You, ベイゴッドフレンド。 フットステップスの2曲で日本への復興を支援。12月にはサムタイムズ・アイクライにてグラミー賞ベストトラディショナル R&B パフォーマンス賞受賞。同年賞主演を演じたトリニティ・グッドハートにてブラック・リール・アワーズの主演団優勝にノミネートされる。2011年10月25日、自身が立ち上げたレーベルより第1作シングルとしてリアル・ラブをリリース。 同年7月に入籍したマンウェラとの恋愛を歌い上げ、R&B ラジオチャートにて、第1週リクエスト獲得数が1位となる。2012年6月5日、6枚目のスタジオレコーディングアルバムザワンを発表。このタイトルには、前年に設立した自身のレーベルジョーダンハウスからの初作品という思いが込められている。サムタイムズ・アイクライを聴き、 参加を熱望していたリル・ウェイン、シャギー、マナ娘のインディアンが参加していることでも発売前から話題となる。日本版は3曲の未発売ボーナストラックを含み2012年4月25日先行発売された。2012年12月フェンス・エヴァンスとのデュエットによる初のオリジナルクリスマスソングクリスマス・ウィズ・アウト・ユーをリリース。2013年は1月に 韓国ポップグループブラウニード・ガールズ・ジェイの第一作アルバムにプロデューサーとして参加。デュエット曲 Days and Night は韓国国内で初登場1位を獲得。6月にはパリ、ロンドン、ケルン、トロントでのライブ大成功を収める。11月にベッドの人気ドラマリアル・ハズ・オブ・ハリウッドのシーズン2に亀を出演。2014年に3月。 ブライアン・マックナイトとのダブルヘッドライナーで行った、キングス、R ・アール &B ツアーでは、パリ・ロンドン・ベルリンなどヨーロッパ7カ国14都市にて、全日完売大入りの大成功を収め、4月より、NY プライマリー・ミュージックのアダルト・アーバン・コンテンポラリー部門のチーフに就任し、ケイシージョジョの弟分として、日本でも人気のあるカルビン・リチャードソンのシングルをプロデュースし、自身のレーベルからリリース。 5月には2年ぶりに来日し、ブルーノート、東京名古屋ブルーノートで公演。5月19日、ドイツのミュージシャンアフロピオンズと自身のレーベルジョーダンハウスとのコラボレーション企画で、ザワンのリミックス版、ザ・ザワンをイギリス先行リリース。5月28日、ワーナーミュージックジャパンと自身のレーベルジョーダンハウスとの特別企画で、 70年代後半90年代前半を彩る主翼の洋楽ヒット曲を R&B テイストでアレンジした初カバーアルバムフロム E2U Volume 1を日本にてリリース。6月には韓国でもリリースされ、早くもベストセラーとなっている。また、エリック・ベネーの大ファンである W i n ズ s が s ム・ m イ t i m e s アイクライの日本語カバー版をリリース。 2010年にリリースした原曲も日本にて再ヒット中。プライベートでは2011年に入籍したマニュエラ、テストリーニとの第二子が7月に誕生。2015年サンフランシスコでのカウントダウンライブを川切りに全米各地でツアーを実施。10月に10度目の来日。ブルーノート名古屋バニティ、ブルーノート東京でのライブは前夜、立ち見席も完売となった。 2016年2月ジャバジャズフェスティバルに参加。4月ロサンゼルス市主催のプリンストリビュートコンサートにヘッドライナーとして参加し、スティービー・ワンダーラと共演。5月13日4年ぶりのオリジナル曲、サンシャインをリリース。ラジオオンエア初登場から4週連続ラジオプレイ、モストアドナンバー1となる。2016年10月7日4年ぶり8作目のアルバムを発売予定。 タミヤとの18年ぶりの共演や、マニュエラテストリーニとの次女アムーラへの子守り歌、プロデューサーの一人にブラックストリートのキサイテリー、ライリーが名を連ねていることなど、アメリカではすでに2016年ベストアルバムと話題になっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。